国際共同組合同盟は1895年に設立された共同組合の国際組織である。ジュネーブに本部を置く。世界の共同組合運動の推進、共同組合の価値と原則の推進と擁護共同組合間の協力関係の促進、世界平和と安全保障への貢献などを目的とし、情報発信、国際会議やセミナーの開催、 国際連合への提言などの活動を行っている。世界105カ国から農業、消費者、信用、保険保険漁業、林業、労働者、旅行、住宅、エネルギーなど様々な共同組合の全国組織301組織が加盟しており、参加共同組合の組合員総数は10億人を超える。また、国際連合のグレードへのオブザーバーとなっており、 経済社会理事会をはじめ FAO ILO ユニードアンクタとユニセフユネスコで議案提案権のある一般カテゴリーの諮問機関である2年に一度開催される総会が最高議決機関であり特に必要な場合には大会が開催される総会では各会員組織から1名ずつの大議員が参加し前回総会からの活動報告の承認 次回総会までの方針や事業計画の決定、理事の選出などを行う。日常的な業務は会長以下16名の理事会が担い、専務理事が責任者として本部事務所に常駐する体制をとっている。また、分野別の9つの専門機関と課題別の4つの専門委員会を設置している。さらに、専務理事のもと、 世界を4つの地域に分けてそれぞれ地域事務局を置き、総会が開催されない都市には、地域総会が開催されている。地域事務局には、それぞれ事務局長が配置され、地域協議会が支援、助言している。地域事務局専門機関専門委員会設立以来、国際共同組合同盟の主たる活動は、共同組合とは何かを明確にする共同組合原則を制定し、 時代に即して改定することであった。1921年の第10回バーゼル大会でロッチデール原則が定式化され、それを現代的に見直す形で1937年の第15回パリ大会で共同組合7原則が採択された。その後、1966年の第23回ウィーン大会、1995年の 第31回マンチェスター大会で改定されている。現在適用されている1995年の第31回マンチェスター大会で採択された原則は次の通りである。定義共同組合は人々の自治的な組織であり、自発的に手を結んだ人々が共同で所有し民主的に管理する事業体を通じて共通の経済的、社会的、 文化的なニーズと願いを叶えることを目的とする。価値共同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正連帯という価値を基礎とする。共同組合の創設者たちの伝統を受け継ぎ、共同組合の組合委員は、正直、公開、社会的責任、他者への配慮という倫理的価値を信条とする。原則共同組合原則は、 共同組合がその価値を実践するための指針である。1895年の設立時に掲げた共同組合間での情報の交換を実現するという目標に従って、翌1896年から各種統計の収集が始まり、1908年には国際共同組合情報が創刊された。2006年からは各国政府や国際機関に 共同組合等の重要性を広めることと、共同組合間での成功モデルや革新的アプローチの共有を目的に、世界の主要な共同組合等の売上高上位、三百のランキング、グローバル三百リストの公表を始めた。こうした情報の収集と発信だけでなく、大会、総会をはじめとした各種会議の開催を通じても、各国の共同組合の相互理解は促進され、 さらに各国政府や国際機関に対しても共同組合セクターの存在を認識させる役割を果たしている。また、日常的なロビー活動によって国際連合や国際労働機関などで共同組合の果たす役割を積極的に評価する決議がたびたびなされている。1995年には国連によって国際共同組合デーが認められ、 事務総長がこれを支持する演説を行った。国際共同組合同盟は、すでに第1回共同組合大会で、国際平和を希求していた。第1次世界大戦の足音が近づいてきた1913年の第9回グラス号大会では、平和が共同組合の発展に不可欠であり、共同組合の発展が、世界平和の保障でもある旨の平和決議が、 万丈一致で採択されている。その後、時に対象国の加盟組織から激しい反発を受けながらも、時々に戦争反対と世界平和を求める決議を採択してきた。日本の産業組合中央会は、日中戦争に対する非難にさらされて脱退したが、戦後復帰した全国指導農業共同組合連合会と日本生活共同組合連合会は、 1954年の第19回パリ大会で唯一の被爆国として原水爆実験禁止を訴え平和決議として採択されている。設立の背景、編集ロッチデール構成先駆者組合の最初の店舗18世紀末にイギリスで生まれた近代共同組合は産業革命の電波とともにヨーロッパに広まっていった。 イギリスでは1844年に設立されたロッチデール構生先駆者組合の成功によって生活共同組合が広がりフランスでは1840年代に数多くの労働者共同組合が生まれているドイツでは1840年代から1850年代にかけて政府による奨励策を受けて信用共同組合が広がっていったまた同じ時期に 農業共同組合や保険や住宅などのサービスを供給する共同組合も広がっていった。こうした状況下で各国の共同組合の連合会を作る動きとともに他国の共同組合を調査し交流しようとする動きが現れてきた。イギリスでは1869年に全国の共同組合が集う第1回共同組合大会が開催されたが、ここには フランス、ドイツ、イタリア、デンマーク、スウェーデン、スイスの共同組合関係者も招待されている。また、1885年にはフランスで第1回共同組合大会が開催され、イギリスの共同組合大会で任命された代表が参加した。一方で、各種共同組合間での路線対立も存在した。特に労働者生産共同組合と卸売共同組合、 消費生活共同組合との間の利人分配をめぐる論争は、イギリスの共同組合運動を二分する論争となった。1884年に設立された労働、アソシエーションを中心とする労働者、共同組合側は、ロバート・オーエンの思想をもとにコパートナーシップとそれに基づくプロフィットシェアリングをすべての共同組合に適用させようとした。一方、 1873年に設立された卸売共同組合連合会を中心とした卸売共同組合、生活共同組合側は生産過程も消費者によって消費者のために組織するべきだと主張して利潤分配は購買公配等を原則としていた。イギリス国内では卸売共同組合、生活共同組合が成功してイギリスの共同組合連合会の中で大勢を 締め労働者共同組合側が少数派となっていく中で特にフランスで労働者共同組合が発展していたことに目をつけた労働者共同組合側は国際組織を組んでコパートナーシップの思想を広めようと考えた。こうして主としてイギリスの労働者共同組合関係者によって労働者共同組合の国際組織を設立しようとする機運が高まっていった。 設立、編集労働アソシエーションのエドワードにいる・ニールとエドワード・グリーニングは1892年のイギリス共同組合大会にプロフィットシェアリングを基礎とする共同組合の国際同盟設立とそのための準備会議の開催を提案し決議された。その年のうちに開催されたフランス代表も交えた会議で1893年にイギリスで 1> 第1回国際大会を開催することが確認された。しかし、1892年にニールが死ぬと後継を依頼されたヘンリー・ウォルフは、生活共同組合や信用共同組合も含めたあらゆる共同組合の国際組織とするよう提案し、この提案を検討するため、第1回大会の開催は延期された。代わりに1893年8月にフランス、 アイルランド、ベルギー、イタリア、ドイツ、オランダの代表を招集して、再度会議が開催され、同盟にあらゆる種類の共同組合が参加することを認める提案が承認され、合わせて正式名称を国際共同組合同盟とするジョージ・ヤコブ・ホリオークの提案を決議して、翌1894年に第1回大会を開催することが決定された。しかし今度は、 会長人事にイギリスの共同組合連合会が難色を示したことなどからさらに1年延期され、初代会長を同連合会から選出することで、ようやく1895年8月19日から24日に第1回国際共同組合大会の開催にこぎつけた。第一回国際共同組合大会には、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、デンマーク、 セルビア、ハンガリー、ロシア、アメリカ、オーストラリア、インド、アルゼンチンから代表者が参加し、参加者は200名を超えた。一方で、当初からコパートナーシップを承認する共同組合の国際組織を施行していたことから、ドイツの共同組合は代表を派遣しなかったし、CWS も事実上参加しなかった。大会では、 国際共同組合同盟を設立することと3年ごとに大会を開催することを決めたが、コパートナーシップとプロフィットシェアリングをめぐっては、主流派と一部の CWS の反発を恐れるグループとの間で激しい議論が交わされた。最終的に規約にプロフィットシェアリングの文言が盛り込まれたものの、当面は加盟するにあたって、これらの承認を義務付けないこととし、 国際共同組合同盟の規約の確定は、翌1896年に第2回大会を開催して議論することとして、分裂の危機を回避した。1925年から1995年まで用いられた虹の旗原則として4年に一度世界大会が開催されてきたが、1992年、東京大会で決定された、 気候改革にによっって総会が2年に1度開催されることとなった日本の共同組合として最初に加盟したは1909年頃に加盟した東京購買組合共同会である。その後1923年に産業組合中央会が加盟して戦国京太郎が中央委員に選出されるなど活動していたが日中戦争の拡大によってイギリスの消費組合で 日本商品の不買運動が広がり、国内的にも産業組合が次第に戦時体制に組み込まれていく中で、1940年に脱退している。1945年に太平洋戦争が終わると、同年のうちに香川豊彦を会長として、日本共同組合同盟が発足し、1946年中力大会で、 ICA 会長が日本の加盟希望を表明したことを受けて1947年の中央委員会で国際共同組合同盟への加盟を決議。1949年には国際共同組合同盟事務局長から香川宛に復帰を進める所管が送られたが GHQ が許可しなかったため実現しなかった。サンフランシスコ講和条約調印後の百五十二年に なって GHQ の許可が得られないまま日本生活協同組合連合会の副会長が投影して ICA 執行委員会に全国指導農業協同組合連合会と日本生活協同組合連合会の加盟を申請し承認された。その後他の協同組合も加盟して現在日本からは下記の14団体が国際協同組合同盟に加盟している。 これら14団体によって、日本共同組合連絡協議会が組織されており、日本国内での共同組合間の連携、協力と海外の共同組合運動との連携強化を図っている。日本の加盟団体からは、1958年に、日本生活共同組合連合会の香川豊彦会長と、全国農業共同組合中央会の二宮洲副会長が、 中央委員に就任して以降、中央委員、執行委員を送り続けている。また、国別では最大の回避の入国である。ありがとうございます。